ワニヤスヒロ、何見てんの？うん、次回買うマシンを考えてるんですよ。もしかして、12分の1に手つけるの？そのつもりで言います。このファントムね、私、子供の頃に欲しくて、買えなかった一台であります。まあね、強将といえばファントムというね、あの昭和の時代、あの時代なんですけども、ここにあの人形の、ものがあるんですが、このね、この人形を知ってる人はね、かなりの強将ファンだね。この人形のこの顔こそ強将だよっていう人が、まあ、ほとんどなんだね。で、まああのこのボディですけど、まあ、ここがこういうふうに、カットされていて、フロントに、あの荷重がかかるような、風で、うん、で、リアもあのウイングの形状が伸びていて、リアもちゃんと荷重がかかるという、ボディになっています。ここがこういうふうに出っ張ってるのはね、ここにねあのオイルダンパーが入るんですよ。でそのためにここがこういうふうにあのなってるんですけど、ちょっと見てみましょうかね。全体的には、こんな感じ、後ろからはこんな感じ、まあパッと見た感じ、どこが変わったのっていう感じだけど、あのサーボがね、フロント寄りになったわけですよ。まあこれで、フロントの、荷重がかかるっていう、設計になっています。またあのこの辺りの作りとか、スプロケットの作りとかも変わっていて、実はこの FRP の素材なんかも変わっていばいたりするわけですね。そういうところで、まあここがね、まああのアルミの削り出しになっているわけなんですけども、まあここは時代の変化っていうか、まあそれはそれでいいんじゃないでしょうかっていう感じで、上から見た感じはこんな感じで、ここに、シャフトが通っているか分かってますね。下からはこんな感じで、ここのシャシー形状ね、ここからこういうふうに切り込みが、されてるじゃないですか。この切り込みで、ロール量を、変化させようっていうふうに、考えてこの辺り切られてるわけなんです。それで安いの買うのって、欲しいのよね。7月発売だって、新発売だっつうんだから、出たら迷わず買います。そんなわけで今回はこれで終了します。安いのでした。さようなら。